タシュケント州は、ウズベキスタンの地方行政区画。ウズベキスタンの北東部に位置し、シルダリア州、ナマンガン州のほか、カザフスタン、キルギス、タジキスタンに隣接する。タシュケント州は15の地区に分けられる。州とはタシュケントであるが、ウズベキスタンの首都でもある同士の行政は、州の行政と別に行われている。主要都市として、アングレン、アルマリク、 アハンガラン、ベカバード、チルチク、ガザルケント、ケレス、パルケント、トイテパ、ヤンギアーバード、ヤンギンユルがある。気候は、典型的な大陸性気候である。主要な農業生産物は、灌漑農業によるメンカ、綿花、麻のほか、穀物、メロン、氷炭、柑橘類などである。銅、カッタン、モリブデン、亜鉛、金、銀、木土類、天然ガス、石油、硫黄。 石灰岩、花崗岩などの天然資源を産出する。多種県都州は全国で最も工業化が進んだ州であり、エネルギー生産、工業、夜勤業、肥料、化学製品、電子機器、織物、麺の洗浄、食品、履物の生産が行われている。州内の鉄道の総延長は3 6 0トル、舗装道路の総延長は3 7 7 1トルに、 達するまた、中央アジアのハブ空港となっている、タシケント国際空港を有する。州内のチャトカル国立公園は、美しい山と森で有名である。タシケント州の地方行政区画。ありがとうございます。